よくこういうことを言うんですよ、はい、もう日本はね、はい、もう日本の財政が破綻するとか、はい、それから日本の国債がねディフォルトになるって言うんですけど、はい、だけども日本がね、はい、対外的に債権国である限り、はい、そのようなことは絶対にありません、はい、これはね税制調査会長を長くやっておられた加藤寛さんっていう方がいらっしゃるでしょ、はい、経済大学の、はい、名誉教授、はい、今は外越大学の学長やってます、はい、あの方がちゃんとおっしゃってます、はい、それから同時に加藤寛さんはね、うん、日本の純債務は250兆ぐらいだっていうことを、うん、産経新聞のね、うん、正論っていうところにね、はい、2005年の2月14日だと思います。先生よく覚えてますね。どうして覚えてる？バレンタインで。いや、ごめん。どうしてかって、ね、ええ。私がね、ええ、本書いたんですよ。はあ、私がね、はい、その2005年のね、はい、ボイスっていう、はい、あそこの新年号にね、はい、純債務で見ればね、日本の債務は250兆円ぐらいだっていうことを書いたんです。はい、そしたらそれをそのままね、うん、恩返して使ってる加藤寛さん、それでね、その後ね、2005年の12月にね、日本は財政危機、それ増税が日本、その後、ね、加藤寛さんにお送りしたんですよ、はい、そしたら加藤寛さんからね、この本をね、お送りしたんです。そしたら加藤寛さんからね、いや素晴らしい本ありがとう、ね、非常によく整理されてね、参考になりますということを手紙もらいまして、ただ私は加藤寛さんっていうのはお目にかかったことないんですよ。あ、そうなんですか。だけどもこれをお送りしたらそういう手紙をいただきました、はっきり私持ってます手紙を。なるほど、ね、うん、それからもう一つはね、はい、加藤寛さんにね、今度は2007年になってね、こういうのがあったんですよ。2007年のですね、はい、ですから文藝春秋のね、はい、あれは3月号だと思いますけど、はい、3月号にね、はい、増税がね、はい、医療、年金を破壊するというテーマでね、論文を書いたんです、はい、でこれは僕はその日本医師会の、ね、全国大会があって2007年にあったんですけど、その時に講演をしたんですよ、はい、それをまとめて書いたんですよ、ね、今のごめんなさい、2008年の3月号だった、はい、3月号、はいね、はい、そしてそれをね、はい、加藤寛さんにまたお送りしたんですよ、はい、そしたら加藤寛さんからね、聞いて、うん、いや素晴らしい論文ありがとう、うん、本当に私も全く同感です、うん、そこに書いたのは、うん、日本は財政危機じゃないよと、うん、この純債務で見ればこんな問題と書いてあった、うん、そしたら加藤寛さんその通りだとして、うんうんうん、で私はね思いにかかったことない、うん、だけど財政調査会長ね、うん、10年もおやりになった方が、うん、ちゃんとねそういうふうに私のように、うん、知らない会のものにね、うん、いやいやいや、手紙を環境くださっちゃった。目から鱗だったんじゃないですか。いや、だからそれはどうかに、でも非常に、まあそういうことですから、だから私はある意味じゃね、気を強くしてるんですよ。なるほど、ね、そういうふうなね、立派な財政学のね、先生がやっぱり純粋で見るべきだと、それで加藤寛さんのね、見方ははっきり言って純粋、純粋、はい、それから加藤寛さんはこういう言い方をされてるんですよ。日本の財政はね、ベースになる部分は一種の値引きだと、はい、それで半分は二重基調だと、これが半分は二重基調、二重基調、はい、これがね実はまさにズバリ、これは値引きと言って分かる人と分からない人、ね、二重基調分からない人もいると思いますが、ぜひこれなんですよ、はい、結局どういうことかと言いますとね、はい、ここのね、はい、1と3と4は特別会計なんですよ、うんうんうん、特別会計、はい、ね、重要なね、特別会計、はい、で特別会計というのは、うん、実はここで財政投融資特別会計とか、はい、外国為替特別会計っていうのがあるんですけども、はい、それはそこでお金を借りたり財政投融資債っていうのを発行したり、はい、政府の短期証券を発行してお金を集めるんです、はい、ざっとこの特別会計で集めたお金は300兆なんですよ、うんうん、でこの300兆をこちらで運用してるんですよ、はい、運用しているのが内外投融資に200兆、外貨準備等で100兆、はい、だというならば300兆集めた金をこういうことで運用している、うんうん、そうするとどういうことが言えるかというとね、はい、実はここの特別会計は政府が債務を持ってます、はい、しかしその債務の元利、うんうん、つまり元本と利息を返済してくれるのはね、実はこの内外投融資からお金を借りた借入人とか、うんうん、これは外貨準備で
国債買ってるから、はい、アメリカの国債、アメリカの国ですね、はい、そういうところがね、元利を負担してくれるんです、うんうん、だからこのはっきり言えることは、この財政投融資の、はい、財政投融資というのは国民の債、が負担しなきゃいけない債務ではないんです、うん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 、だからこんなものを入れてね、政府は大変だ大変だ増税しましょうっていうのは全くの間違いない、うん、なるほど、これをだから加藤寛さんは値引きとおっしゃって、でこの表現はね、私のように特別会計はね、この政府債務じゃないんだ、国民の負担じゃないっていう言い方は、これは私ははっきり言ってるんだけども、うんうん、これは陣の直彦さんね、うん、はい、陣の今度は民主党のあれですね、財政、政府税調 の、はい、専門委員の座長になられますね、陣野直彦さん、はい、それから金駒さん、はい、兄弟、はいはいはい、この二人が書いた本があるんです、はい、強調です、強調で、はい、岩波から出てます、はい、で債務管理国家、はい、この本にはっきり書いてあります、うんうんうん、それで二人とも共通点は、うんうん、この財政投資の部分は、うん、はっきり言えばね、国民の債務じゃないから、うん、塩漬けにしとけって言うんですよ、うんうん、これはね、亀井静香さんもおっしゃる、うんうんうん、だからこれが誤解の一番の、うんうん、だからこれを取っちゃう、うんうん、800兆から300兆取ったら500兆、うんうん、ね、うん、500兆だったらね、うん、じゃあその500兆はどうなってんのっていうと、うん、社会保障基金がざっと200兆と、うん、いいですね、はい、と500兆債務があるけど社会保障基金がさで200兆、はい、で社会保障基金というのはその我々の年金が詰め立ってる年金と、はい、それからあれですよ、健康保険 の、はい、の積み立て金、はい、これ共にあるんです、はい、でこれ共にね、現在は黒字なんですよ、うんうん、今黒字なんです、はい、ということは我々からまあ、財政って上げ帳って言うんですけど、うん、国民から取り上げてだから黒字なんですよ、うん、だからそういう基金がざっと200兆強ある、うん、だからこれでこの、まあ、国債の500兆っていうのは担保されてる、うんうん、ですから外国から見ればね、うん、日本は非常にね、うんうん、財政が安定してると言ってますよ、うん、それでね、この本にも書いてあるんですがね、うん、こういう学者がいるんですよ、アメリカに。デイビッド・ワインシュタインっていう、ね、うん、学者が、はい、でこれ僕はコロンビア大学の学者で、僕会ってきたんですけどね、この学者はね、日本はね、財政危機じゃないの、うんうん、財政危機だって煽るのはね、うん、それ増税かなんかしたいためにね、うん、政府の策略じゃないの、うん、そういうのも書いてますよ、うんうん、でここに書いてありますけど、ね、ここは、ね、はい、よろしいですか、はい、安心しておきます、あ、よろしい、どうぞ、はい、増税というのは国の、つまり政府の、うん、ある種の策略であるということがですね、そのためにね、債務をね、煽ってるんだと言ってます、なるほど、そういう考え方がですね、うん、ごく一般の日本人はちょっと理解できないんですよね、うん、理解できないというか、なんて言うんでしょうね、非常に素朴でですね、政府ってそんなに暴力や策略考えるもんじゃないと思ってると思いますから、それはね、はい、マスコミはね、そういうじゃなくて政府に言いないから、ね、ここに書いてあるんですよね、純債務で見ると日本の財政事情破綻とは程遠い、はい、コロンビア大学デイビッド・ワインシュタイン、これはね、はい、47ページ、この増税が日本を破壊するの、このですね、はい、47ページにこういう表現がありましてね、はい、ここにしっかりと書いてあります、道草のところですね、しっかりと書いてありまして、もうデイビッド・ワインシュタインにも会いました、はい、2回会ったことある、はい、それで2回ともそうなんだと、ね、それで私と同じ意見なんです、うん、どうしてかっていうと、デイビッド・ワインシュタインの使ってるデータも、うんうん、日本の内閣府が発行した統計表なんです、うん、なるほど、それ英文で使って、英語のやつは彼が読んでたんで、うん、私は日本語で読んでた、結論は同じなんです、なるほど、なるほど、だからね、結局ね、海外の人はね、日本が財政危機じゃないってさっき申し上げたじゃないですか、ね、大手新聞の新聞記者もこうしゃべってるんですよ、なるほど、これデイビッドにね、はい、デイビッドが、いや、財政危機じゃないって言ったから、その通り報告したの、はい、本社に、はい、そしたら本社は潰されちゃって、そこは増税だ、増税だってやったわけです。